クマの足つきアクロアラスバリダスは、ボウキ5回目の5回類の一種。頭部に太くて少し長い触手を4体持ち、それを振り動かす。体長は18から75ミリメートルで、円筒形の体の前端部に4体の触手を持つ。体は50から110の大節からなり。 ほぼ円筒型ながら背面は強く盛り上がるのに対し、覆面はややくぼんでいる。体表には縦横のシワと乳頭状の突起が多数ある。体は全体に暗褐色だが、前の方がより色が濃い。この類では、口禅葉は対価的にそれに続くく節と融合しているが、本種の口禅葉は栗の実情でその上には顕著な隆起が中央に一つ、側面に二体ある。 口全容の前端からは1体の感触種が突き出ており、これは暗光色をしている。また2体の目点があり、外側のものは大きくて斜めに伸びた形でが出ており、内側のものは小さくて丸い。口節に続く4つの節からは副感触種が出ており、これは梱包状をしている。胴体部ではイボ足は突き出しておらず、剛毛束は体から、 直接突き出る形をとっており、これはこの目に共通する特徴の一つである。イボ足の背側枝は明らかではないが、腹側枝はよく発達している。背側枝合毛は、第三毛毛節から始まり、下髭状をしている。腹側枝合毛関節があり、その上の端が針状に曲がっており、さらにその先端が小さく二つに分かれている。腹合毛の基部には、指針状合毛,毛がある。 和名の由来は、クマの足つきで、腹号毛の先端が、鍵ギ爪状になっており、その並んでいる様子がクマの爪を思わせることによると、言うが、肉眼では見て取れないのが残念である。岩礁海岸の長艦帯から水深30メートル程度の海底の天石の下に見られる。動くときは、頭部のエラを活発に海中で揺り動かすのが見られる。岩の裏や、 岩礁の上を不器用な感じで這い回る。本州中部から九州まで見られる。日本の固有種である。なお、北海道には、同族のエゾクマの足つき A ミューアラーネンシス及び A、内外が知られている。特に離さそうである。以下、種として、岡田ほか、P520 西村編長、P350 西村編長、P352 西村編長。 P350 今原編著 P39 西村編著 P352 今原編著 P39 串本海中公園串本海中図鑑熊野足月2019年8月27日閲覧西村編著 P352 串本海中公園串本海中図鑑熊野足付二千十九年八月十七日閲覧西村編著 p 五十二 ありがとうございます。